問本文中の下線2について対策として認証トークンに追加する必要がある情報を15時以内で答えようとありますので下線2の部分について見ていきたいと思いますそして下線2の部分ですねこの問題への対策というところでこの問題が何かというところはこちらですね1つ目の問題はというところになります 現在の設計では認証トークンに格納されている情報が不足しているということです。情報が不足していることによってゲームプログラム A 用の認証トークンがゲームプログラム B においても認証に成功してしまうので攻撃者がゲームプログラムの URL を知ることができれば購入していないゲームプログラムを利用できてしまいますとあります。 つまり URL と認証トークンさえ知っておけば違うゲームのものも使えるというところですね。で、それがわかるのがこの部分になります。こちら認証サーバーの利用者認証プログラムというところで認証トークンとゲームプログラムの URL が帰ってくるんですけど、この帰ってきた認証トークンというところをゲームサーバーのゲームプログラムに渡すような感じになります。認証トークンというところはこちらですね。認証トークンには認証サーバーの FQDN、利用者 ID および Mac が格納されているとあります。つまり、ゲームプログラムに依存したもの、 というところが入ってないことになります。ですので、この認証トークンと URL さえ分かってしまえば、こちらですね、ゲームサーバーのゲームプログラムに対して、こちら共通の認証トークンになりますので、このゲームプログラムの URL さえ分かっていれば、こちら認証トークンを手にしてしまえば、どのゲームでも使えるというところになります。 ですので、この認証トークンの中に、ゲーム固有の情報というところを入れる必要があります。そして、ゲーム固有の情報というところがどこに書かれているかというところですね。こちら、ゲームサーバーについての説明のところに、各ゲームプログラムには固有の ゲームプログラム ID が付与されているとありますので、こちら、ゲームプログラム ID というところを認証トークンに入れれば、こちら、ゲームプログラムの URL が分かったとしても、認証トークンの中にゲーム固有のものがありますので、他のゲームサーバーに認証トークンを送っても認証がます。 されないというところになります。設問2の2、本文中の下線3について、この原因となるゲームサーバーの使用を30時以内で述べようとありますので、下線3の部分について見ていきたいと思います。そして下線3の部分ですね、認証トークンをゲームサーバー管理者が不正に生成できてしまうというところで、 二つ目の問題の対策がこちらですね。ゲームプログラムごとの別の共通鍵を利用する設計をとしても不十分とあります。この共通鍵自体が問題があると思ってください。そしてこちら、ゲームサーバー管理者が不正に利用できるというところと、こちら、共通鍵というところが どう関係しているかというところが書かれてある文章を探していきます。そしてこの部分ですね。共通鍵はゲームシステム V 全体で一つの鍵が使用され、ゲームサーバー管理者がゲームプログラムに設定するであります。そしてこの共通鍵というところは、こちら認証プログラム。 認証サーバーの利用者認証のプログラムでも用いていることになります。そしてゲームサーバーはゲームプログラム開発会社のゲームサーバー管理者が運用するとありますのでゲームサーバー管理者は共通鍵を知っていることになります。そしてその共通鍵は 認証サーバーでも用いることになるので、こちら、ゲームサーバー管理者が悪意を持っていれば、こちら、認証を通してしまうことになります。今日のことをまとめて、答えは、ゲームサーバーに認証サーバーと同じ共通鍵を保存するというところになります。設問2の3。 本文中の下線4について、その原因となる認証トークンの使用を20時以内で述べよ。また、不正に生成した認証トークンで利用できるゲームプログラムの範囲を35時以内で述べよとありますので、下線4について見ていきたいと思います。そして、下線4の部分ですね。 その設計にしたとしても、不正にゲームプログラムが利用できる認証トークンをゲームサーバー管理者が生成できてしまいますとあります。その設計というところは、ゲームプログラムごとに別の共通鍵を利用する設計というところになります。 で、ここの問題点というところは、先ほどの問題とも関係してるんですけど、ゲームサーバー管理者というところが、この共通鍵を知っていることには変わりありません。ですので、問題のある仕様としては、Mac の生成に共通鍵を使用することというところになります。そして、範囲は、 自身が管理するゲームサーバー上で動作する全ゲームプログラムというところになります。つまりゲームサーバー管理者というところがどこまでこの共通鍵の情報を知り得ているかというところが答えの観点になります。設問2-4本文中の A から C に 入れる適切な軸を回答群の中から選び記号で答えようというところで A から C を見ていきたいと思います前提知識として秘密鍵というところは絶対他人にバレてはいけないものになりますつまり秘密鍵を置く場所というところで公開鍵と秘密鍵のペア鍵を生成しなければいけませんそして 配布するものが公開鍵。で、こちら、署名とありますけど、この署名というところは、秘密鍵で生成して、公開鍵で複合できれば、その秘密鍵を持っている人が申請であるというところがわかります。ヒントとしては、こちら、いろいろ入れる場所がありますけど、最後の部分に注意を払ってください。 署名を付加してゲームプログラムは署名の検証を行いますであります。つまりゲームプログラム側というところはこちら署名を複合できるというところで公開鍵を使ってというところが B が先に埋まります。で、こちらゲームサーバーと認証サーバーの話を この前段階でやってますので、こちら、秘密鍵を持つものというところは、認証サーバーになります。認証サーバーで公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを生成し、何とかをゲームサーバーに配布しておきますというところで、こちら、先ほど出てきた公開鍵を配布して、認証サーバーが こちら、鍵ペアの話になりますので、秘密鍵を使って認証トークンに署名を付加するというところになります。こちら、選択肢がなかったとしても、情報処理安全確保支援士の基礎知識として問われる部分ですので、選択肢がなくても答えられるようにしておきましょう。質問2の5、本文中の下線5について、 どのようにするとクライアント証明書と鍵 C を PC などから使用可能にしてしまうことができるか攻撃者が使用前に行う必要があることを25時以内で具体的に述べようとなりますのでこちら下線後の部分について見ていきたいと思います河川後攻撃者がゲーム機 V を購入すれば 全用 OS を改ざんせずにゲーム機、V 内のクライアント証明書と鍵 C を PC などから不正に使用できます。であります。で、こちら、前段階でこの鍵 C と証明書をどこに入れてるかというところはこちら、SSD に格納します。であります。ただ、 ゲーム機 V から USB とかつないで情報が取れるかというところはこちらゲーム機 V の説明ですね PC に接続しても外部ストレージとして認識されず内部データを直接読み出すことはできないとありますつまりゲーム機 V を直接つないでもダメなんですけどこちら一般的な基礎知識として 特に、この SSD の暗号化は行ってないので、こちら、SSD を直接 PC などにつなげることで、SSD からは直接情報が取れるというところになります。つまり、答えとしては、SSD を取り出して PC などにつなげるというところになります。ゲーム機 V は直接つながらないけど、 その格納媒体である SSD を直接取り出すことによって情報が摂取できるというところになります。設問2-6。本文中の河川6についてこの性質を何というか十字事内で答えようというところになります。で、こちら TPM についてですね、内部構造や 内部データを解析されにくい性質というところで対単発性になります。去問でも何度も出てきている内容になります。こちら、正答率はかなり高いはずですけど、これを絶対落としてはいけない問題として捉えておきましょう。説問3、本文中の河線7について。 保護するための適切な方法を本文中の用語を使って25字以内で具体的に述べようとありますので、こちら下線7について見ていきたいと思います。こちら、H さんはハッシュチリストを保護するための方法を説明した。保護するための方法というところが本文中の用語を使ってとあります。この本文中で出てきた保護する 方法というところがどの部分にあるかというところですね。で、こちらは TPM というところがヒントになります。TPM は内部の情報を保護するものというところが一般的な基礎知識になります。ですので、答えとしてはハッシュ値リストを TPM に保存するというところになります。